滝の上の夜叉、どうもタクタクです。はい、というわけで皆さん今回もモンスターストライクをやっていきたいと思います。今回もねマルチで初見でねやっていきたいと思います。まずはちょっと今回のねメンバーを紹介したいと思います。今のところ解禁賞つーちゃんさんです。イエーイイエーイ、あれイエーイ、つーちゃんよろしくね今日も。お願いします。お願いします。そして初画王の紹介です。マラノ式ゲーム実況チャンネルからマラノいぶきさん。はい、皆様こんにちは、マラノいぶきと申します。今回初めて、タクタクさんのところで、モンストマルチ実況をやっていきたいと思います。初めてですけどもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、2人のチャンネルの URL は説明にありますので、説明欄にありますので、よろしければそちらからチェックしてみてください。ということでね、お願いします。マラノさんは何とお呼びしたらいいですかね。イブちゃん、マラちゃん、マラノさんでお願いします。マラノさんで、わかりました。マラノさん、マラマラしちゃうと危険だからね、マラノさんでね。はい、そうですね、うん、はい、すいませんちょっとやっていきますかよーし、はい今ちょうど魔女と黒い安息日バニラが降臨してるんですけど、今日は18時からこの動画のタイトルにもなっている、滝夜叉姫が降臨しますので、ちょっとね、はい、滝夜叉丸、あれ丸じゃないや、滝夜叉姫のちょっとね方にね、ちょっと待って、あ、もうなってるわ、18時。ちょっと待って、我慢、画面を切り替えます。クエスト。あ、来た、これだ、見てるみんな、今。見てますよ。都の世を震わす、牛の国参り、イベントクエストに滝夜叉姫が降臨ということでね。はい。はい、じゃあちょっと、はい、まずは、どういうクエストかなっていう、初見突入なんで、ほとんど、ね、はいはい、情報がないんだけど、ちょっと次の画面でね、みんなで予想してみたいと思うので、一旦あのマルチの募集をかけて画面からスタートしたいと思います。一旦カット。はい、それではこの画面まで来ました。滝夜叉姫なんですけど、なぜこのメンバーにしたかっていうのをちょっとね話していきたいと思います。はい。まず、滝夜叉姫のギミックなんですけど、滝夜叉姫のね、うん、俺らね姿見ちゃったもんね。見ちゃいましたね。なんで見たんだっけ。はい、進化のやつでしたっけ。そう、羅刹のそうそう、羅刹のね進化分岐のところでステータス見れてたんだよね。はい、そう。そしたらさ、属性がさ魔人だっけ。魔人だったかな。魔人のアンチダメージのアビリティがあったんだよね。ありましたね。そう。というわけで、多分、ダメージウォールを張ってくるんじゃないかなっていう予想を立てつつ、あの、モンストニュースでね、そうです。チラ見した情報があるんだよね。なんだっけ？まあ、新ギミックですよね。新ギミックがまずあるね。なんだっけ、新ギミックって。はい、敵が消滅時に爆発すると。うん、爆発すると。なるほど。ユキンの仲間がダメージ当たると。そうだよね。そう。それが危険だな。はい、どう爆発するのかねっていうのをちょっと俺らね、こう動画を回す前にね、会議したんだよね。そうなんですよね。そう。爆発するのは多分、その、ライダーが敵にライダーキック。血死ダメージをこうショッカーに与えたとき、ショッカーじゃないね、怪人に怪人ですね、カーン、カーンっていった瞬間に爆発するんじゃなくて、ライダーキックを食らった後数秒後にドカンじゃないかっていう、ドカンしますね、そういうことを踏まえて、そう、それで突っ込もうと。まあ、離れればいいんじゃないかと。そう、最終的血死ダメージを与えて素早く離れれば、うん、敵が普通に倒れるときに爆発するんじゃないか的な予想だよね。そうですね。そうだよね。貫通じゃなくて反射であればカンカンカンの3カウントのときに
爆発するんじゃないかっていうことですよ。はい、多分この今視聴者さんで分かる人は数名ぐらいだと思うんですよ、今言ってること説明が説明の例えが悪すぎてポカンとしてる人数名だと思うんですよね。まあまあまあ見れば分かるでしょうということでね、でしょう、はい、なんで内訳の2名としてアンチ重力がいるということですね。はい、そういう感じですね。よし、いやでもなかなかいいパーティーだと、いいパーティーね。はい、で、うん、でマラノさんはランクいくつだったっけ。60です。60ですよね。で60で今一番、はい、おそらく対応できるであろうモンスターがこちら。うん大丈夫ですか今ね大丈夫ですか今ネクサス7が落ちました。ユグドラシルユグドラシルですね。そう、ユグドラシル、はい、はい、アンチダメージオールがついてると。まあね、ギミックにダメージオールが出ると予想もしているので、うん、って感じですよね。そういう感じでね、 OK、はい、じゃこれで突っ込もうか。はい、行きましょう。もうここまでですでに収録時間6分ぐらいになってます。おー、いい感じだこんなに伸び伸びでいいのよかったのだろうが。いきますよ、もう。もう長くなってるんで。いいですよ。スタート、はい、やっと始められるよし、頑張りましょう。頑張ろう頑張ろう。都の世を震わす。牛の国前より究極。これ、都の夜を震わすじゃなく。あ、都ナイスツッコミ。こっちかー。こっちか。都か。都だね。ダサけねえ。出てる。お、早速。早速この上の 2体でしょ、なんかドクロマークついたやつが爆発するっていうの。いるね。どうしようかな。うん、ちょっと。素晴らしい。とりあえず、いくぞ。せい、はい、いつもの感じで。いつもの感じで。うん、おーい。いきなり危険なとこに止まっちゃった。で、次俺か。で、はい、どうしようかな。重力バリアついてるんでしょ、やつら。まあ、自由に動いちゃっていいですよ。うん。自由に。いや、でも、いや、まあ、じゃあちょっと自由に動かしてもらって。小さいですよ。様子見なんでね。そう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 。オーケーオーケーオーケー。いいね。お、牛を一体倒した。今キャプチャーが軽く止まりましたね。なるほど。一体ずつ止まる仕様ですね。なるほどね。重力。ちょっと倒してみます。一体は。ね。うん。倒したいけどでもちょっと。あ、そっか。イザナギじゃきついかな。きついですね。この辺でオーケー。あ、おお。あれだね。ライダー方式だったね。ですね。うん。離れられますね、重力。離れられる、離れられる。あれか、ゴーストがそこにいるのか。あー、なるほどね。スーちゃんいい人だね。あ、あー、あ、って言いながらの、お、どうなる？ダメージは？ 6000、7000か。7000。ダメージは1体あたり7000。あ、でも、光属性だから多分3500だよ、これ。ダメージ。あー、ですね。うん、多分そんな、それぐらいだ。なるほど。で、離れて、いい感じ。よし、オッケいい感じだね。なるほど、面白いな。3500だ、おそらく、爆発は。一体あたり。えぇ、シールドも、シールドも。爆発する。ということは、これ、中ボスを倒すと、爆発するってことですよね。いや、多分大丈夫だと思う。シールド自体だと思う。うん。あー、なるほど。これ、怪しいですよ、シールド。あれがないです、数字が。あ、ほんとだ。まあ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 、いいでしょ、行ってみよう。好きに動いていいですよ。はい、イザナギかな、はい、あ、あ、時間切れ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと時間があるからね。そうなんです。20秒という。さあ、シールド柔らかい。やばい、やばい、や柔らけえぞ、これ。やばい。マジか。シールドやばい。シールドがシールドじゃねえ。あ、あ、やばい、あ、やばい、うおぉ、やべえ。あれ大きい、さっきよりシールド柔らか。ちょっと慎重にいこう。あ、いいですね。なんかシールドは攻撃してこないのか。シールドはあくまで爆弾要因だね、これはね。ほう。お、あ、いったいったいった、いいぞ、大丈夫大丈夫大丈夫。なるほど、ボスによって消えると。でもやっぱあれだな、光属性で固めてるから入るダメージはでかいね。でかいですね。うん、
なるほど。なるほど。よかった。でもここ結構レーザー系が役に立つかもしれない。離れてこう。おお。ちょっと待てよ。俺これ動けないです。壁左の方に密着してすぎ しすぎてるかな。出てみます。うん、任せるよ。ああ、出れた。出れたけど。出れたね。あ、やばい。うわ。今そしてまた軽めにねキャプチャーが止まりましたね。ほんとそろそろこれ改善しねえとやべえ。さっこから倒そう。あ、いい、いい。よしよしよし。おー、やばい、ゴースト。おー、ひー、1万。1万、まあ5000ってことですよね。やべえ。まあこれでもう爆発するやついなくなったわけですよね。HP に不安が半端ない。1万6000しかないもん。いいよ。いやちょっと待って。耐えろ。何が来るかわからんが。来るのか。何が来る。あ、爆発か。あ、怖え。これで倒しきらんとやべえ、やべえんじゃない。やばいですね、これちょっと。少なくとも、うわぁ、これきついな。少なくとも、このレーザーは。ザコは倒したい。あ、やべえ。失敗した。倒しけ、倒しけ。ホーミング足りない。やばい。生きてるー。あー、危ない危ない。生きてる。倒しますよ。うん。オッケー。いや、これ何が正解かわかんないんだけど。まだわからない。ピンときてない。アンチ重力かな。アンチ重力持ちだね、多分。ですね、ダメージオールなんて一回も出てこない。うん。一回も出てこない。アンチ重力さえいればいけるわ、多分。くぅー。盾とか、もう。ちょっと盾をかわすようにして。ちょっと撃っていくしかないね。盾を壊す。嘘、早くね、壊れんの。やばすぎない。一回で壊れた。あんな盾じゃねえじゃん。ちょっと守ってない。何も守ってないわ。ちょっとこれハートを成長させてった方がとか言っている余裕があればいいけど。出てるのか。どうしようかな。ちょっと怖い。死ぬなよ次。おいい感じ、いい感じ。死ぬダメージくんな。オッケーオッケー、誰もいない。よし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 。でハートも成長、成長した。あれ鬼だった。頼むから1個は取って。2個取っちゃって大丈夫ですか。大丈夫よ。あ、むしろ倒しに行ってもいいかもしれない。倒せっかも。あ、倒せっかな。いや、無理しない方がいいと思うよ。無理しない方がいいか。オッケー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 。いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。オッケーですか。うん、オッケーオッケーオッケー。多分大丈夫。反射レーザーか。お。いや、エク、ここのステージ。よし、抜けた。あ、まだ上にいた。いいね、いいね。わらわのなんとかを邪魔するかって言ってたね、今ね。よく聞いてましたね。滝夜叉結構これ、簡単かもしれんわ。アンチ重力で固めると。また言っちゃいます、それ。昨日の悪夢が蘇るようだ。そういうのフラグになると思う。ねえ。いや、ダメだ、ちょっとちょいちょい。見える。盾は一人、一匹だけ。ちょいちょいね。いや、重なってる。重なってる、なんか。盾が重なってる。ちょいちょいあれが止まる、キャプチャーが。あら、うわ、やべえとこに止まったわ。ちょっとイザナギに当てると反射レーザーであれ爆弾を倒しちゃうから、上のザコから倒してた方がいいかも。ありがとう。よし、2匹一遍に。いいね、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 うまい、うまい。あれ待って、カウントが入ってるの今回。盾に何のカウント入ってる。何のカウントよこれ。多分動き出すんじゃない。マジで動き出すんじゃない。いや、動き出すぐらいならいいんだけど。うん、動き出すのはいいけど自滅はないよ ね。ちょっとザコから自爆しない。うん、ザコ処理から行こう。あ、自爆されたらまずいかこれ。で、ちょっとハートも温存しつつやっていこう。はい。あ、動いた。あ、動いた。あれだ、移動のカウントだね。なるほどなるほどなるほど。ちょっとこれ厄介な位置に。もうスピクリは考えなくていいから、あのザコから仕留めていく、うん、横でいいんじゃないかな。あの、あれはあの、うん、うん、ユグドラは、あ、ムラサメにも当ててくれればいいかな。うん、ムラサメ、ムラサメってどっち。あ、とにかく上です。いいよ、上だよね。ちゃうちゃう、時間が、いきましょう。はい、あー、カウント、すいません、ごめんなさい。カウントは見てこうぜ。やべ、見てこう見てこう。やべーよー、ごめんなさい。こ
俺また動くのかな。いや、やばっす。次のターンで金。うん？あ、取っていいですかね。あ、取ろう。取るか。取りましょうか。月1が多いんでね、ちょっと。うん。おぉ、ういー、ああ、そうきた。なるほど。どうします？うわ、むずいな。ちょっと待ってね。多分 OK、わかった。お、決めたわ。いけ、あ、やべやべ、おおおおやべやべでかいなこのダメージ。マジっすか。どうしよう。左に寄って、こう、薄く左に。縦の方にして、あ、違う違う違う、あ、そうそう、縦のここ、あやっちゃった。まあ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 、おー、耐えて生きてる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 、耐えた、耐えた、たくさん取りましょう。取るか、打つか、打つか、打つ、打つわ、打つ、打つわ、え、あ、う、できるかな、多分倒す。あ、最悪だ、あ、あ、あとちょっと、生きてる、耐えた耐えた耐えた、倒したぜ、ハート取って倒す。焦った、たくさん見てますね。焦った焦った、びっくりした、びくったわ。終わったと思った、俺も終わったと思った。 HP 残り5アクセスになってたらもう終わったかと思った。俺もさあ、ラストです。タクタクさん、いくぞ。シャン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 、ドゥーン。いい、いい、いいね、今の、いいね、今のいいね。これもどんどんストライクショットを使っちゃおう。打っちゃいましょう。打っちゃおう。ストライク打ちましょう。爆弾に当たらないように打とう。ですね。ストライクショット。さあ、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 オーケー。いい、いい。いいね。いい、いいよ。よかった、よかった。で、あ、俺か。俺、どうしようかな。上に行ってみるか。行きます？行け。おお、いいね。なるほど、そっか。弱点、そこいいとこなのか。よし、そこで止まれ、弱点。上かーい。さあ、つーちゃんの腕の見せ所。打ちますよ。いけ。おお、取れた。決まれ。当たった当たった。決まれ。やったー。おお、すげえ。ナイス。やったー。やったー。初見クリア来たね。来た。またクリアするとは思わなかったねえ。すごいすごい。いや、このメンバーでクリアできるもんなんだね。え、自虐っすか。うん、やった、そういうわけじゃない、そういうわけ。お、取れた、やばい、落ちた落ちた。え、なか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 あれだったね。、はい、いけるもんだね。基本取れですよね。びっくり、ちょっと。お美しい。十二一重かな、これは。かなぁ。いやー、よかったよかった。あ、そうだ、俺、マラノさんにちょっとフレンド申請出しとこう、一応。そうだ、絶対だ、うん。よかったよかった。いや、びっくり。ね、よかったね。取れたね、なんとかね。またキャプチャー止まってるけど。あー、マジか。いやー、これもうほんと機材を考えないとダメだ、俺。まあ、あれですね、活躍する瞬間に止まるっていうのが一番悲しいですからね、うん、でもね、大丈夫、ちゃんとラストは取れてるはず。ああ、よかった。俺の活躍の場が。でもちょっとさ、これさ、昨日の羅刹からさね、反省すると、はい、簡単だね、これは。マジでこれは簡単、これ簡単。マラノさんはちょっとまだそんなにね、やり慣れてないから。やりました、昨日、うん、羅刹。いや、やってないです、ね、やってない。あのね、昨日のちょっと動画見てもらいたいんだけどね、羅刹ね、うんうん、すげえむずい。タクタクさん、あれ原因分かりましたよ、あれ。何、何、何、あの、光属性のロボットいたじゃないですか、地雷出すやつ。いた。あれ1個で12000くらいいます。えぐ。あれだ、アンチ対策をしなきゃダメだね。あの、ね、マインスイーパーか。うん。そう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 。そっか。ちょっとさ、今、俺、滝夜叉今進化させるわ。マジで？ここで。早っ。ちょっと待ってね。材料多分あると思うんですよ。あのね、奥検知がいっぱいいるから今。ちょっと今頑張ります。なるほど、ね。早い。雑談をしておいてください。はーい。
はい。これはでも、パンチアンチダメージオールは使いやすいと思いますけどね。ねえ。ゴースト、ゴースト結構適正だわ、これ。運枠で。あ、やっぱそうですかね。いいと思う。ゴースト絶対ありだと思う。アンチ重力さえいて、位置調整ができれば、滝屋社は、おそらくね、相当簡単なクエストだと思う、これ。結構、あれですね、早くいけますよね。結構次の成績の数字になるみたいな。いける。俺、これ、滝屋社ちょっと能力次第では運極、これ狙います。おぉ。3体目の運極ですね。3体目の運極。3体目の運極。あのね、1体目がゴーストで、2体目今日の朝、ぬらりひょん降臨したんで、ぬらりひょん運極にしてきました。いや、朝早くからご苦労様です、本当に。5時50分に起きたから。ほんと早かったからね。早い。もうすーげえ、普段なんかもう、ね、だらしないぐらいなんですけど。いやいやいや。滝夜叉のためにね。滝夜叉が、お？進化の方がいいのか、あ、神化の方がいいのか。神化の方がいいの。どうでしょう、ホーミングエナジーサークルみたいな。あー、ホーミングエナジーサークル。どっちかです。エナジーサークル M が神化なんですよ。うんうん、で、ホーミング18発が、あ、18発？いや、18発が神化だろう。神化。とりあえずでもね、両方作るから、進化も神化も僕。そうですね。うん、ちょっと今、待ってね。あ、気になるな、このゲージ。とりあえず進化を見よう。進化、今から進化させまーす。はい。はい。ちょっと能力、あ、でももうそっちで能力見えんだよね。うん、でもあれなんですよ。うん。ゲージだから、ハンダメのやつしか乗ってないんですよ、今。マジか。エナジーサークル M、いいな。M、うん、使いやすいと思いますよ。わあ、いいな、これ。じゃ、ちょっととりあえず進化開始しよう。はい。ファイン。ああ、出てきたやつだ。わら人形ですね。おぉ。あ、あのね、進化させるとダブルアビリティになる。アンチダメージウォールにゲージ回復 S。あ、回復 S。回復 S。うん。でね、貫通のゲージなんだけど、はい。ストライクショットが牛の国参り。反射タイプになり、縦横無尽に駆け回るだね。おぉ。わ、どうなんだろうな。なるほど、なるほど。闇属性のアンチダメージで、しかも、回復 S ってあんまり使い勝手が良くないんだよね。回復しそうですね。うん、そんなにいいね。回復しないんだよね。頼れる回復量じゃない。うん、ちょっとこれ、運じゃないや。能力極みにして、レベル極みにして、タスカンしたらどれほどの能力になるのかっていうのがちょっと、楽しみではありますね、これでも。ですね、スピード遅いですね。うん。うん、190か。これ神化だな。神化ちょっと見てみようか。強い神化。神化はステータス高い、普通の進化のよりは。これダブルアビリティじゃないのかな、半ダメ壁しか出てないからな。うん、でも、ストライクショットが結構。うん、あ、ちょっとスライドでさ、今もう神化できるから、俺神化にもしてみるわ。おぉ。え？早い。スライド早くないですか。さすが使い方間違ってないこれ。ちょっとまあいいや、ちょっと待って、今羅刹の鍵を解除して、うん、はいはいはい解除していいのかなこんなことやって俺まあいいや、いいの、もったいねえぞ。でもちょっと今もう見たいっていう衝動に駆られてるんですよ。いいよ、わかります、それは。あ、あのね、残念なお知らせし、レベル不足です。そう、あ、そうですよね、極みにしなきゃいけないですよね。ちょっと、できなかった、やっぱり。あ、あれ、モンスト攻略のアプリあるじゃないですか。うん、うん、うん、それなんか寝てた。あれ、うん、あれではかっこいいですね、神化の姿。神化のアビリティ何？アンチダメージオール。アンチダメージオールだけですね。あ、だけか。そうだよね。エナジーサークルが入ってんだもんね。
わー。ただステータス高いですよ、これ。何型になるの？バランス型？スピード型に変わっちゃうんだよ。あ、スピード型になるんだ。スピード型の貫通ゲージ、うん、あ、貫通？貫通ゲージ。貫通ですね。貫通だ。まあでも、400超えないぐらいですね、最大。そっか。で、まあ攻撃 HP ともに2万超えはしますね、軽く。なるほどね。滝夜叉結構いいかもしんないな。いいですね、こいつ。闇のね、やべえ。アンチダメージで、はい、あ、そうだ、ない、いない。いや、多分でも、スピードか。どっちいいか迷うな。どっちも、どっちも迷うな、これ。どっちがいいかな。人によるよね。何に迷ってます？いや、そのさ、回復 S って何、いくら回復するんだっけ？ 3 体にやってたら。1万ぐらい。全くですよ。全くです。多分1万いくのかな。あー、そんなもんか。普通の回復とは全然、あれですよ。比較にならないくらいですよ。じゃあ、エナジーサークル M かな。ですね。まあ、ちょっと、使ってみないとわかんないね。でも、あ、ストライクショットは何、ストライクショットは何になるんですか？神化ですか？うん。カミカも爆発です。触れたら最終的に爆発なんで、あれと一緒です。アグナムートじゃないや、オーディンとか、あと、はい、ハレックスとか。そうですね。あ、使いやすいやつです。なるほどね。わかりました。最後、ツーちゃんが決めたやつじゃないですか。爆発の。いやー、もう、光村さん、スカッとしました、あれは。ね、まさか、あそこで縦勘になるとは思わなかった。ね、いやいやいや。はい、というわけでね。滝夜叉姫でございました。はい。いや、どうでしたか、初挑戦。マギ、マランさん。マギ、マラン、マランさん。マギ、マギって一緒だ。マランさん。誰だ。え、何？マランさんどうでしたか、初挑戦。いや、すごく緊張しましたね。緊張した？だってもうすでに今もう緊張してるんで、はい、まだね。はい、まあ、緊張しすぎてこうなんか、うん、自分の番が来てもこうねちょっと歌ずつもうし20オーバーみたいな20秒がみたいなそわそわしてたもんねそう、ほんとそわそわどこ投げれどこ打てばいいんだろうみたいな感じになって考えてたらなんかいつの間にか終わったっあのそれはそれで面白かったから、うん、OK あ面白かった OKOKOK OK, OK, OK. ありがとうございますありがとうございますじゃあまあねこんな感じでまたね参加できればいいと思いますけどはいはい。では皆様そろそろ締めますかそうですねはい。では皆様最後はね、今回の、何もないねごめんもういつもね締めをね考えてないいつも締めを考えてないからこうグダグダになるんですけどはい、次は我々何をするかというとあれですよ羅刹のリベンジか、はい、もしくはリベンジそう何が来るんでしたっけ明日明日なんだっけ毘沙門天かな毘沙門さんが来るとだけど明日はちょっと僕は用事でいけないのではい、はい、今度マルチでやるときはちょっと日にち空いちゃうと思いますがその時またやりたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いしますはいというわけで皆様、滝夜叉は正直簡単だと僕は思います。みんなどう思って、ね、どう思いました？つーちゃんは、もう、うん、ね、余裕だと思いますよ。あら余裕だ。つーちゃん余裕、うん、ビッグマウス、ね。余裕余裕。これ言っちゃいけないのかな？いやいや全然いいです。マラノさんはどうでした？やばい。やばかった。ちょっとやばい育ててるモンスターがもう一人はカウンなんだよねそうですねあと、うん、桃太郎思いますけどああアンチ重力がいないんだよねアンチ重力が桃太郎ああ桃太郎か、はい、ああなるほどね結構適正キャラがにアンチ重力が3体とか4体とかにいるときついかもしれないですね実際ねですね、うん、そうですねうんなるほどじゃあ皆さんはアンチ重力で固めたパーティーでぜひ参加してみてはいかがでしょうかというわけで最後までご視聴いただきありがとうございました今回参加された2人のチャンネルは説明欄の URL からいけますのでよろしくお願いしますお願いしますはいお願いしますそれでは皆さんまたお会いしましょう
ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。